皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、AWS のウェビナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。これから人気、入賞、受験生向けサイトを実現した奇跡、北海学園大学の事例と題しまして、ウェビナーを開始させていただきます。私は本日、司会と最初の講演を務めさせていただきます。Amazon Web Service Japan の柳生と申します。どうぞよろしくお願いいたします。このウェビナーでは、学校法人北海学園大学のお二人にご登壇いただき、お二人がご尽力された受験生向けサイトの実現についてお話しいただきます。また、このサイトの実現を支援されたスカイアーチネットワークス様にもお話しいただきます。北海学園大学の受験生向けサイト、HGU Rooms は、コロナ禍において対面式のオープンキャンパスやイベントを通じて、受験生に大学の魅力や入試情報を届けることが難しいという課題を克服する目的で作られたウェブサイトです。HGU Rooms は、大学の魅力をライブ感覚で体験することができるサイトとして人気になり、全北海道広告協会賞のインタラクティブ部門で優秀賞、制作者賞を受賞していらっしゃいます。このサイト実現に尽力された方々が、目的実現に向けて何を重視したか、どのような取り組みや選択をされたかを、このウェビナーを通じて学んでいただければ幸いです。ウェビナーはご覧のアジェンダで進めてまいります。北海学園大学様の事例のお話に入る前に、少しお時間をいただいて、私から大学における AWS の利用の広がりをご紹介させていただきます。現在、AWS は大学において様々な領域で利用が進んでいます。本日ご紹介いたしますのは、事例掲載の許可をいただいた一部のお客様ではございますが、どういった内容で使っていただいているのかをご紹介いたします。まず、大きく分けてご利用はこの6つに分けられるかと思います。基幹基盤系のシステム。これは従来のバックオフィス系と呼ばれるようなシステムであったり、教育、e ラーニング関連のシステム。これはウェブサイトだったり、ポータルサイトだったり、もちろん LMS の仕組みだったりといったようなもの。研究というのは、こちらはですね、先生によって様々なご利用がございますけれども、従来 HPC をお手元で買っていらっしゃったような方々が、待ち行列を避けるためにクラウド化されたといったようなお話であったり。あとはリモートワーク。こちらはですね、コロナ禍に置かれまして、大学にどうしてもアクセスできないといったような時に、安全に大学内のシステムにアクセスする経路として、AWS の VDI を使っていただいたといったようなお話だったり。あとは、こちらは従来から多くございましたけれども、学内に持っていらっしゃるデータのバックアップ先サイトとして AWS をご活用いただいたり。最後は、ライブ配信と書いておりますけれども、こちらは卒業式だったり、入学式だったりといった年に一度しかないようなもの。これらのために、設備投資をするのはもったいないということで、起動していったときだけ費用がかかる AWS で実現をしようといったような使われ方などがございます。九州大学様の事例でございます。九州大学様は、実は、COVID の前である2017年から、学習支援システムを AWS 上で稼働してくださっています。e ラーニングの仕組みとして使っていただいているんですけれども、急にコロナ禍になってしまって、オンラインでの授業をたくさん増やさなくてはいけなくなったといった状況下に置かれましても、クラウドの柔軟性を生かしていただくことによって安定稼働することができましたというコメントを頂戴しています。現在、九州大学様では、そこからさらに突っ込んだ形で、この教育データの分析という観点でも非常に注力をされていらっしゃいまして、学習履歴だったりとか、この取得された授業といったところを解析されて、教育の質の向上のために、
ラーニングアナリティクスの基盤としてもご活用いただいています。次にご紹介いたしますのは、東京農工大学様です。こちらはご研究でのご利用となります。農工大学様では、脳波データによる転換の診断というのをされる先生方の支援のツールとして、AI で解析したデータというのをオン AWS 上で提供してくださっています。従来は脳波の診断をされる先生というのは、脳波データずっと測られてきたデータをずっと全部ご確認されて、あ、ここが転換の発作が起こっているねといったところを見つけていらっしゃったんですけれども、AI にそこをサジェストさせるといった形でクラウドを活用いただいています。また、この仕組みは海外を含めた形での多拠点での展開を、されていらっしゃいまして、国をまたぐことができないようなデータであっても、AWS のリージョン、現在世界に31箇所ございますけれども、それらをそれぞれの国で活用いただきまして、その場所で集めたデータで解析をするといったようなことも実現いただいています。次にこちらですね、ちょっと大学ではないんですけれども、共同利用機関といったことで、基礎生物学研究所様の事例でございます。基礎生物学研究所様は、ご自身でもですね、やはりスーパー、HPC だったりというのをお持ちでいらっしゃるんですけれども、年間で大体こう50以上のプロジェクトというのが大体並行して進んでいらっしゃるということで、かなり多くの量のゲノム解析をしていらっしゃいます。で、これまでは、ジョブの街というその、HPC を使おうと思ったときに、いろんな研究者様が同時に使おうとすると、ジョブの街というのが発生していらっしゃったんですけれども、AWS を活用いただくことによって、研究者様がですね、ご自身で自分の環境、それぞれの環境というのを作っていただくことを実現いただいています。で、こちらはですね、一緒に、ご自身だけでそのクラスターの仕組みというのを作るのはやはり難しいということで、パートナー、AWS のパートナー企業様と一緒に、実現なさったという事例でございます。次にこちらは学生様向けのポータルサイト、早稲田大学様のマイ早稲田というポータルサイトの事例でございます。こちらは、履修登録なんかにも使われる仕組みとなっておりますので、やはりどうしても年初にアクセスがぐっと集中するといったような仕組みになっています。スケジュールがあらかじめ分かっているものとなっておりますので、事前にサーバーリソースを増やすといったような使い方で、クラウドの柔軟性を生かしていただいていたり、また、データセンターをまたいでの冗長化をしていただくことによって、より堅牢な仕組みを作ると、いったことも実現いただけています。で、最後の事例となりますけれども、近畿大学様の事例をご紹介いたします。近畿大学様は、日本で最初に全システムをクラウド化するというのをかなり強く心に思われまして、クラウド化を進めていらっしゃる大学様でございます。で、可用性だったり、マネジメントサービスといったところを活用することによって、AWS に移されたことで、初期費用を 70% 削減できたというコメントを頂戴しています。学校の業務システムを運用なさっていらっしゃる方々の頭を悩ませるポイントの大きなものの一つとして、5年に一度ぐらいハードウェア起因によるリプレース祭りといったところから解放されたのも非常にメリットがあったとおっしゃっていただいています。解放されたことによってできた時間を学生サービスであったり大学の魅力向上に時間を使えるようになりましたともお話を頂戴しています。なお、クラウドや AWS といってもまだご自身たちにあまり関係ないかなと思われる方ももちろんいらっしゃるかと思います。ただ、実はこちらにあるようなアプリケーションたち、すでに AWS で稼働している実績がございます。ですので、実はあまり意識をしていらっしゃらなくても、AWS ユーザーですでにいらっしゃる大学様もいらっしゃるかもしれません。SaaS のサービスというのを AWS 上で展開してくださっているパートナー様もたくさんいらっしゃいます。
ですので、これからはですね、システムをこう所有なさって、その上で、アプリケーションを動かすといったところから、まあ、利用をするといったような利用形態も、最近増えているかと思いますので、ご検討の一つに入れていただけたらと思っています。また現在、稼働していらっしゃるシステムが AWS 上で動くだろうかといったようなご相談は、私どもいつでもお受けすることができますので、お声掛けくださいませ。では私のセッションはここまでとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。続きまして、受験生向けサイト HGU ルームスの構築において重要視したことと題しまして、学校法人北海学園、北海学園大学入試部入試課主任松田様、工学部生命工学科准教授瀬川様よりご講演いただきます。それでは松田様、瀬川様、よろしくお願いいたします。北海学園大学入試課の松田と申します。北海学園大学工学部の長谷川です。はい、はじめまして、私は北海学園大学入試課の松田と申します。よろしくお願いいたします。本日は、本学のですね、受験生向けサイト HGU ルームスの構築において重要視したことというテーマに、簡単ではございますが事例の紹介をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず先に北海学園大学の簡単なご紹介なんですけれども、北海学園大学は、北海道の札幌市の中心に位置する私立大学となっております。で、今表示されている画面にもある通りですね、この札幌駅、札幌の中心で、その下にですね、南の方に大通りがございますが、ここから地下鉄で約5分ほど走りますと、この緑の枠の北海学園大学の豊平キャンパスというものがございます。こちらがメインのキャンパスというふうになっておりまして、町にかなり近い、アクセスのいい大学となっております。でさらに、北海学園大学はですね、北海道の中で一番古くて、そして、一番大きい私立の大学となっております。歴史で言いますと約135年以上の歴史がございまして、この歴史がある分ですね、卒業生も約9万5000名ということで、多くの卒業生を輩出しております。でさらに学生数も約8000名が、このキャンパスで学んでおりまして、でこの8000名の内訳をお話ししますと、この5つの学部に分かれております。経済学部、経営学部、法学部、人文学部の文系と、あとは工学部、理系ある、この私立の総合大学となっております。そして特徴的なもので言います と、この2部、夜間部というものがございまして、こちら昼間勉強するのではなく、夕方の6時頃から、学ぶスタイルとなっております。1日2時間の授業となっております。こちらもですね、学び方が選べるというところでは北海学園大学の大きな特徴ではないかなというふうに思います。で、この北海学園大学に限らずですね、全国どの大学様も同じかと思いますが、この2019年の4月に、緊急事態宣言が発出されたことに伴って、高校生の方たちに、PR をする進学相談会であったりオープンキャンパス、こちらがですね、相次ぎ中止になったかと思います。で主にですね、こちらも高校生と対面をして、直接大学の良さであったり、まあ、大学を紹介するというようなものが、ポイントだったかと思うんですけれども、これはですね、まあ、中止に伴って受験生側からしてもですね、大学をこう選択するコンテンツが減少してしまったと、悩む、まあ、選ぶためのコンテンツが減ってしまったというところが、一つ大きな、壁になったかと思います。でそこでですね、本学としては、どこからでも、まあ、たとえ家からでも学校からでも、大学を、知ることができるオンラインコンテンツというものをできないかというのが、今回ですね、ご紹介いたしますこの HGU ルームスの作るきっかけになったテーマとなっております。でこの HGU ルームスの特徴なんですけれども、今画面表示をさせていただいてます通り、近未来の大学というものをモチーフにしておりまして、これ実際に大学の、キャンパス、豊平キャンパスの施設をそのまま、サイバーパンク風に表現しているだけなんですけれども、このような形で、各いろいろな場所をクリックすることで、例えば、こちらのように地下鉄、本学地下鉄の駅が直結しているんですが、地下鉄の駅からキャンパスに入るまでの主観動画であったり、あとはその各
施設ですね、図書館のような場所を紹介する動画、あとは工学部であればこういった実験室を紹介する、でこちらは360度自分でこう動かすことができる動画みたいなものを作成いたしました。でさらに、大学を選ぶ、進学先を選ぶにあたって重要なものとして、そこで働いている、もしくは学んでいる人だと、私たちは考えておりますので、教員からのインタビュー、もしくは、学生のインタビュー、さらには、教員の模擬講義ですね、こちらの動画も全学科、揃えるということも行いました。でこの動画で、注意したこととしましては、なるべく尺は短くというところで、インタビュー動画については3分程度、そして模擬講義に関しても15分程度という形で、なるべくショートバージョンの動画を量産するというようなところに注視したいたしました。でさらに HG ルームスと、ルームとつくくらいですので、部屋を作っているんですけども、各学科ごとにこのような部屋を作成しました。で、特徴としては、この各学科にはですね、この学科にまつわる小物を設置して、見るだけでもちょっとこうワクワクするとか、その学科の特徴がなんとなく分かるようなギミックをつけたりもしております。例えば左側ですと、これは本学の日本文化学科というところですので、例えばこう畳が引かれてあったり、下駄があったりというようなものがあったり、真ん中は本学の地域経済学科で、北海道の、地域、北海道の経済ということで、例えばこの野菜があったり、あとはこうゆるキャラを設置してみたりというように、こうなんとなくこう探す楽しさみたいなところも付加しております。ちなみに右側は生命工学科ですね。ですので、こういったちょっとこう顕微鏡があったり、フラスコがあったり、植物を育てていたりと、白衣があったりというような、小物を設置しております。でこのような主に動画をメインとした、ウェブサイトにはなっているんですけれども、この状況下でこの大量の動画とコンテンツを作成したというところが評価されまして、北海道の広告協会賞のインタラクティブ部門で、優秀賞、制作者賞というものを受賞させていただきました。で受賞したことが、きっかけではもちろんないんですけれども、この受験生サイト HG ルームスを作るにおいて大切にしたこと、大きく3つございます。1つ目は全体ではなくて個人に向けたコンテンツにしたことです。全体に広く伝えるような、動画映像ではなくて、主に主観撮影であったり、例えばインタビュー動画であれば、カメラ目線で、その見ている高校生に直接伝えるような、個人に向けた、動画風に撮影をしたり、あとはオープンキャンパスで得られる経験というものも、例えばこう施設見学だったりツアーというものも、こう主観で、自分の目で見ているような形で再現するというようなことを意識しました。で、2つ目が簡潔な動線を持つのではなくて、見たり探す楽しさというものに注目しました。情報をすぐにウェブサイトに入ることで得られるのではなくて、見づらいけれども、ただその探す楽しさであったり、どこがクリックできる範囲なのかというものを自分で探す、そういったところで楽しさというものを意識しました。ですので、例えば H ルームスなので、先ほどの扉を開ける楽しさだったり、施設動画に散りばめているモーショングラフィックみたいなものも、かなり多くの、数追加しております。そして最後が公開までのスピード感と情報量というところも意識しました。4月の緊急事態宣言が発出されてからですね、本来であればその4月から広報活動がスタートする部分でしたが、かつ6月に本学オープンキャンパスをしていたんですけども、そこになるべく間に合わせたかったと。でそこに間に合わせることで、高校3年生の受験生の方が進路選択をするいつものスピード感に、スケジュールになるべくこうオンタイムで乗せたかったなというところが、まずスピード感を重要視した部分でございます。で2つ目としてはこの情報量なんですけれども、ウェブだからなんとなくわからないなとか、やっぱり行かなきゃわからないなというような部分を少しでも排除したかったというところで、各学
家ですね、かつ施設も含めて、約50から60ももっとですねの動画をですね一気に作成して、展開したというようなところになっております。でこの大きく3つをですね大切にして作ったこの HGU ルームスというものが、受験生にも届いて、今となってはですね、過去、まあ、2年ぐらい経つ、2、3年経ちますけれどもクリック数もかなり稼げておりますので、かなり本学としては受験生に向けた、特別なサイトになったのではないかなというふうに思います。ではすみません、私からは、簡単な紹介でしたが以上となります。ありがとうございました。北海学園大学工学部の長谷川です。引き続きまして、私の方から、まあ、技術的なところを、メインに、お話しさせていただこうと思います。まずですね、まあ、この、HGU Rooms を制作するにあたってクラウドの、環境を選択した理由ということなんですけれども、主に、まあ、大きく2つの、理由がありました。でまず1点目は、コロナ禍を背景にした理由ということで、まあ、先ほどの、お話にもありましたけれども、突然、作ることになりまして、この HGU Rooms の、サイトの稼働期間が、まあ、どれぐらい、1年なのか、で1年で終わってしまうのか、それとも3年続くのかっていうところが、まあ未定だったため、まあ、できるだけ最初の、制作コストを抑えたかったというところが、まず、1点目の理由になります。でまたそのサイト自体も、まあ、急遽作ることになったという背景があったので、まあ、これが本当にそのままオープンキャンパスの代替のサイト、だけのものであるのか、それとももう少し、中期長期的に、利用するような、ものであるのかというのは、最初の段階では、構想がいくつかあって、まあ、これを実現するために、後々そのインフラの構成を変えるっていう必要も出てくる可能性があったということで、まあ、柔軟にそういう対応ができる、クラウドの環境を選択しました。それから2つ目の理由なんですけども、サイトの性質、それから、まあ、実務的理由というか、まあ、大学の学内的な理由というところが大きいんですけれども、まあ、コロナ禍の、一番最初ですね、当時ですね、大学では対面の講義を一切やめて、全面的にオンライン講義に、切り替わるというタイミングでした。で、この時に、まあ、授業のコンテンツをどこに置きますかとか、授業の動画をどこで配信しますかとかっていうことを、まあ、当時の、IT 部門が中心にいろんなことを検討されて、おりまして、まあ、非常に忙しくされていたということがあります。で、この HG Rooms の制作は、まあ、広報を担当している入試課が中心となって、制作を進めていくものだったんですけども、その IT 部門との、調整を、が必要になるということで、まあ、当時ちょっとそういうことを、まあ、なかなかお願いしづらいような状況でもありました。で、まあ、このことからですね、まあ、できるだけその広報部門の意思決定だけで、迅速に制作したいということで、まあ、IT 部門の手を借りずに、制作が可能なクラウドを選択したというのも、まあ、2つ目の大きな理由です。でまたその、対象となる、ユーザーが基本的には、受験生がメインということで、まあ、いきなりその、大量のアクセスが来たりということはちょっと考えづらかったということもありまして、まあ、パフォーマンス的にもクラウドを選択して、問題ないだろうということで、まあ、この2つの大きな理由からクラウドを選択した、ということになります。で続いてそのサイト構築にあたって工夫した点ということなんですけれども、まあ、その、オープンキャンパスの代替のサイトということで受験生がアクセスしてきて、まあ、できるだけ楽しんでもらえるようなサイトにしたいというのがまず大きなコンセプトとしてありまして、まあ、そのために動きのある、体験的で動きのあるような、まあ、デザイン性の高いウェブページがまず必要だろうということで、
まあ、こういうものを作るということは、まあ、最初から、決まっていた部分です。で、またそれに加えて、先ほど申し上げたように、まあ、中期的、長期的に見てですね、もう少し、いろんな利用の、まあ、利活用の方法があるんではないかということで、紙媒体で、公開していたようなインタビュー記事だったり、ニュースの記事だったり、まあ、そういうもの、まあ、そういう更新頻度の高い、基本的にはまあ定型的な情報発信も一緒に行うようなページも共存させてはどうかという、ことも最初の段階から構想としてありました。でこの2つを、まあ、デザイン性と更新しやすさの、2つをですね共存させるような工夫が必要だということで、まあ、1つ目のそのデザイン重視のページに関しては、普通に HTML、CSS、JavaScript を使って、まあ、ゼロから制作すればいいんですが、その更新頻度の高いページに関しては、基本的にはIT 技術者ではない、入試課の職員さんが CMS を利用して生成して、それをアップできるような形で、まあ、構成を考えました。でまあ、これを実現するために、インフラの構成を考えたんですけれども、まず本番環境に関しては基本的には静的ファイルのみで構成できるようなサイトを想定してましたので、サーバー管理の必要のないクラウドフロントと S3 によるサーバーレスの構成というのを選択しました。またその、更新頻度の高いページのために CMS を利用するということで、これについては同様に AWS 上に EC2 インスタンスを、作成しまして、そこに CMS をインストールし、そこからですね S3 へと静的ページをアップロードするという、そういう方法を取りました。それから、最初のリリース時には、ちょっと間に合わなかったんですけども、CMS のアクセスに関しては、これは入試課の職員さんが、CMS にアクセスして、ファイルを生成する、まあ、ニュース記事を作成して、アップするということをしていただくんですが、この時に、まあ、入試課の職員さんも、その常に学内にいるとは限らないので、まあ、いろんなところからアクセスして、そういう作業ができるように、していたんですけども、まあ、ちょっとそれは、セキュリティの面から好ましくないということで、この CMS のアクセスにはコグニートによる認証を、まあ、後々ですが設定をして、より安全に、利用できるように、したというところが、工夫した点になります。それからサイト構築にあたって苦労した点なんですけども、まあ、苦労した点というかその、まあ、構築運用時に起きたトラブルという、ところなんですが、まず最初に起きたことは CMS サーバーにアクセスできないという問題が、発生しました。でこれはCMS がインストールされている EC2 のディスク容量不足が問題だったので、まあ、非常に単純な問題だったんですけども、想定していたよりもコンテンツの量が増えてしまって、こういう問題が起きました。でこの時にクラウドウォッチによるディスク監視と AWS コンソールで、そのディスクの状況を可視化できるような、仕組みを導入して、まあ、これを問題を解決しました。それから1点目ですけども、CMS から、静的ファイルを生成して、まあ、本番環境の S3 にアップロードしているんですが、まあ、この生成に失敗するというトラブルも、起きました。でこれに関してはおそらく大量のファイルを、一度に生成しようとしたことが原因だと思いますが、この静的ファイルの生成に時間がかかったことによって、ロードバランサーで接続のタイムアウトが生じていたということが原因でした。これもそんなに複雑な問題ではなかったので、Ruby の設定を変更するということで、まあ、簡単に解決ができました。それから3つ目ですけれども、運用体制に関するものということで、我々アプリケーションの運用管理とインフラの運用管理を別々の
業者さんに依頼することにしまして、これで窓口が2つになりました。で、この時に、まあ、先ほどの、インシデントのようなものが起きた時に、まあ、どこに相談すればいいかというのがちょっと不透明になっていて、まあ、そのインシデントの情報を共有するというところに少し苦労がありました。なので、この相談フローについて、まあ、3社間でですね、何度かすり合わせを必要としたというところです。まあ、この3点ですね、まあ、主に苦労した点ということで、ご紹介させていただきます。まあ、技術的な点について私からご説明申し上げましたが、最後にちょっとまとめさせていただきます。北海学園大学にとってクラウドとはということで、まず一つ、言えることとして、まあ、AWS のようなクラウドっていうのは、非常に柔軟性に優れていて、またその、まあ、トライアンドエラーがしやすい環境であるというのが、非常に強く感じるところであります。で、まあ、今回の我々の例のように急遽準備することになったサイトで、非常に短期間に、公開しなければいけないっていう時に、まあ、ちょっとそのサイトの全体像が見えなかったり、その後の運用が見えなかったりっていう中でもですね、基本的に柔軟に、後々構成を変えれるということで、非常に安心して、利用することができましたし、まあ、実際にその後の増改築もスムーズに行うことができました。で、2点目ですが、学内ランと切り離されている、環境というのも非常に、重要だったと思います。まあ、我々の学内的な理由もありますけれども、ほぼ部署内で意思決定ができて、非常にスムーズに、政策と等々、インフラ構築などですね、ができました。で、それから、何かインシデントがあったときに、その他の学内の、まあ、教務関係のシステムですとかには一切影響を与えないというのも非常に安心して使えるという、メリットとして感じられる部分です。で、最後にですね、まあ、非常に、オンプレっていうことで、やっていくと、やはりその後々の状況が変わってサイトが冬になってしまったり、もしくは増築しなければいけなくなったりっていうことが、まあ、あり得るんですけども、まあ、そういうちょっと先行きが見えないような状況では初期コストを抑えられるっていうクラウドのメリットも非常に大きかったと思います。以上で、まあ、一時ルームスですねの政策に関する、ご紹介を、終わりにさせていただければと思います。どうもありがとうございました。松田様、長谷川様、ありがとうございました。続きまして、実業務に集中できるようにする AWS 運用代行サービスと題しまして、株式会社スカイアーチネットワークス IT ソリューション本部部長、森様にご講演いただきます。それでは森様、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。株式会社スカイアーチネットワークスの森と申します。本日は実業務に集中できるようにする AWS 運用代行サービスというテーマでご案内をしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。本日の内容です。5つに分けてお時間をいただきます。自己紹介と当社の紹介、次に大学様の IT 現場の現状を私が思うところをご説明します。その後は当社の運用サービスのご案内を行いまして、最後にまとめとしております。最初に本日のスピーカーです。私の自己紹介を簡単にいたします。私は株式会社スカイアーチネットワークスで、IT ソリューション本部の森と申します。改めましてよろしくお願いいたします。IT ソリューション本部は営業メンバーとその営業支援をするメンバーで構成されている部門です。
私自身はシステムインテグレーターの出身で、業務システムの導入提案を多く実施してきました。2008年のリーマンショックなどの影響もあって、2013年、クラウドの導入提案をする企業に勤務したことを機に、初めてクラウドビジネスに携わりました。以降、企業様にクラウドの利活用を提案活動しております。当社には2021年7月にジョインし、企業様に対する AWS の導入や内製化の支援をしております。それでは当社のご案内をいたします。株式会社スカイアーチネットワークスは2001年7月に設立されました。単体の社員数はおよそ120名の企業で、主に AWS の導入に関するコンサルティング業務から AWS 環境の構築、その後の運用を得意としております。また最近では企業向けの IT 人材のご紹介や育成、内製化のご支援を積極的に取り組んでいます。当社にはグループ会社がございます。24時間365日、お預かりしているクラウド環境の運用監視を自営で行うスカイアーチテクノロジーズ。AWS に特化し、エンジニアの提供や育成を得意とするスカイアーチ HR ソリューションズ。また、アリババクラウドのインテグレーターであるソラハシ。セキュリティツールの開発、販売をするサイバーマトリックスなど、おのおのに強みを生かしてお客様の課題をクラウドで解決しております。また、AWS で用意されている認定資格やパートナー向けプログラムの取得にも積極的です。赤枠がすでに認定取得したものです。これらの内容についてこの後少しだけ触れたいと思います。当社の特徴です。あらゆるフェーズでクラウドの利活用を支援しています。真ん中の図にある通り、計画の立案から要件定義、設計、構築や開発、運用、環境の最適化までまるっと対応するだけではなく、おのおののフェーズでご要望に応じた支援も可能です。十数年もの間、AWS ビジネスをしてきた当社だからこそできるものだと思っております。ここの部分だけ相談できないだろうかと思われる場合は、ぜひ当社へお声掛けください。ご連絡をお待ちしております。先ほどご案内しましたスカイアーチ HR ソリューションズは、国内初の AWS 特化型人材サービスパートナーに認定されています。彼らの強みを生かして、当社では AWS エンジニアの人材の紹介、プロジェクトの要件にマッチする人材の提案、またまとまった規模でエンジニア採用を検討されるお客様には採用代行支援を行っています。人材の紹介や提案だけでなく、AWS エンジニアに必要な知識や技術、そして経験を習得するためのトレーニング、クラウドビルダーズキャンプをご用意しております。クラウドビルダーズキャンプは未経験者およそ4ヶ月で戦力にするためのプログラムです。当社独自の AWS 認定資格を確実に取得するための講習をご用意し、AWS 様で用意されている公式トレーニングのご提供、資格取得やハンズオンなどでエンジニアとしての素地ができた後は、当社が自信を持ってご案内するバーチャル OJT を受講してもらいます。仮想プロジェクトをご用意しますので、受講者は要件定義から設計、構築、運用までのフェーズを経験します。仮想ですので、何度も失敗を繰り返すことができます。こういった経験を積んでもらい、AWS エンジニアとして成長させていきます。IT 人材をリスキリングさせたい、研修を用意したものの、実務に十分に活かせられなかったというお困りがあれば、ぜひご検討ください。次に当社のお客様のご案内です。大手キャリア様からシステムインテグレーター企業、エンタープライズ規模から中小、公共系など幅広い業種業態のお客様とお付き合いをしております。また当社にはクラウドスペシャリストを豊富に抱えております。
グループ全体では認定資格取得数が500を超えて、すべての AWS 認定資格を取得しているメンバーが11人いますので、実力も十分です。はい、それでは3番目のお話です。大学様の IT 現場の現状というテーマで、私なりにまとめたものをご案内してまいります。まず ICT 基盤を着目し、簡単に振り返っていきたいと思います。1990年代はインターネットという言葉が世間に出始めた頃です。大学様など教育現場では教育活動に活用するための整備が国内でもスタートした頃でした。2000年代に入りますと、大学様などの高等教育現場ではICT 基盤は必要不可欠なものとして確立されてきます。例えばサーバーはオンプレミスから仮想化に移り、クラウド化するなど急速に変化しております。ネットワークだと有線ではなく一般家庭でも無線 LAN が当たり前になっている状況です。そしてユーザー環境を見ると、デスクトップパソコンだけでなくノートタイプのパソコンやタブレット、高性能なスマートフォンが台頭してきました。オンプレミス環境からパブリック環境に変わると、現場の負担が大きく軽減されるかというと、そうでもありません。クラウド環境になっても搭載されているシステムを停止させないことを意識しないといけません。システムやデータベースなどのミドルウェアがきちんと正常に動作しているのか、対象となるサーバーに大きな負荷がかかっていないのか、これらを24時間365日監視する業務があるのは変わりがありません。そしてパッチの適用であったり脆弱性の対策に始まり、学内社内ユーザーの管理などにも追われてしまいます。大学様を取り巻く環境を申し上げると、ICT が必要不可欠な情報基盤として確立されたものの、このような厳しいことがあります。少子高齢化社会が続いて学生数も減少しています。それにより大学によっては大きく収入が減少したり、設置した学部学科が閉鎖を余儀なくされることも出てきました。国からの交付金や助成金も大きく増加することもなくなってきました。そして先ほどお伝えした通り、急速な成長で高い専門性を持った人材を学内で抱える必要が出てきましたが、若手スタッフや若い教職員も不足がちで準備することが難しくなっております。このように頭を抱えられている教育機関が多いと推察されます。まとめますと、人的リソースが国内でも限界になってきたので、全体的に人員を増やすことが簡単でなくなってきました。また、ICT の急速な成長に追いついていくのが非常に厳しくなっています。エンドユーザーコンピューティングの面で申し上げると、Excel などの活用でユーザー自身が業務を補助するものも作成することもありますが、背景には高性能な機器が比較的手頃な金額で入手できることになったことが、急速な成長を助長させていると思っております。クラウド環境自体も、新しいサービスがどんどんリリースされるため、それに追随するには多くの時間を要します。最後に、個別対応など、現場担当者の負荷が増え続けています。運用やセキュリティ対策が主に挙げられます。これらが本来やるべきことに注力できない要因となって、学内自体の成長を止めてしまうのです。図で言い換えると、このようなイメージだと思っております。ここでは AWS で最も重視されているセキュリティのことをあえて多めに記載した内容にしています。セキュリティや AWS のサービスをどう扱っていいのかわからない。運用するためにはどこを着目するのか、またどう設定すべきか、そして発報されたアラートにどう対処すべきかといったことが分かりづらい。人的リソースの問題で終日対応できないなどのお悩みポイントがいくつも挙げられます。重ねて申し上げると、パブリッククラウド
の環境を扱う上では、高い専門性を持った人材や知識だけでなく、その運用体制が必要になるわけです。ということで、次に当社の AWS 総合支援サービス、スカイオプトをご案内します。スカイオプトは、あらゆるフェーズにおける AWS の利活用を支援するサービスです。AWS の請求代行やアカウント管理といった基本的な支援、クラウドネイティブな AWS 環境の構築・監視運用、またセキュリティまで、お客様の AWS 環境の最適化をワンストップで総合的に支援するものです。ここでは監視運用のお話に焦点を当てて進めていきます。当社の運用監視業務は、サーバー管理に関する専門性に基づいた運用をしています。サポート情報を管理したサーバーやシステムを管理することに加えて、インターネット経由でエンジニアによるサポートを実施しています。障害対応フローが確立されているお客様のリソースをここで解消するわけです。当社ではクラウドウォッチやザビックスの監視に加えてニューレリックを採用しています。サーバーレスやコンテナといった AWS 環境だけでなく、アプリケーションのパフォーマンスを管理できるようになりました。これによって監視対象が仮想化しても安定したシステム管理を維持できますので、お客様のサービスが正常運用されていきます。このようにニューレリックを採用することで、あらゆるレイヤーを監視範囲としてサービス全体の状況を我々で監視観測することができるようになりました。はい、繰り返し申し上げますが、我々の蓄積された技術力でお客様の本業に集中する機会を創出していきます。AWS の運用の各フェーズ丸ごと一括で提供していただけて任せて安心だと思いますし、それによって本業に専念ができます。また、運用後のコスト最適化というところもお手伝いできますので、当社の運用サービスというのもぜひご検討いただけると幸いでございます。はい、通常のサーバー運用の監視の中では、セキュリティの運用というのも非常に重要です。当社ではセキュリティのエキスパートが AWS ログを終日監視しておりまして、AWS 環境の調整や最適化を実施しております。また、アラートの発生時にも担当エンジニアからお客様へのご連絡し、スムーズな対応を行います。そしてサーバー環境の状況確認も行いますし、復旧対応及び内容の報告を後日差し上げまして、お客様に安心安全をご提供いたします。セキュリティサービスには、高度な技術力が必要です。我々当社は自営で24時間365日の監視運用を行っております。そのノウハウでお客様に安心と本業に集中するための時間をご提供しております。お客様のバリューとしては右下に書かれておりますクラウドセキュリティについても当社がご提案いたしますし、セキュリティの専任者を置く必要がなく、本業に集中しながら、サーバーの安全性が向上いたします。では最後に、まとめということで、これまでの話の流れを、かいつまんでお話しいたします、はい。パブリッククラウド環境では、24時間365日継続して行わなければならない監視業務というのは、やっぱり必要です。リソースやプロセス、サービスといった監視が必要になっています。そしてパッチの適用であったり、脆弱性の対策、権限管理といった業務にも追われてしまいます。さらにそれを支える高い専門性を持った人材といったものが必要です。スカイアーチネットワークスは AWS の MSP パートナーであり、レベル1 MSSP パートナーに認定されています。ベストプラクティスに基づいたインフラの設計及び運用の実行能力があるパートナーであり、
国内初で認定されたセキュリティ運用のスペシャリストとして認められております。そして24時間365日の運用体制を自衛で構築できるというところは我々の最大の強みです。また Amazon Web Service AWS のアドバンストティアサービスパートナーであり、内製化支援推進パートナーということで、AWS への深い理解と活用ノウハウを保有しております。それにより部分最適でなく、全体最適なセキュリティであったり、体制の提案ができるパートナー企業であるということが、我々の最大の特徴です。それによりお客様のリソースを最適化して、お客様は本来集中するべき仕事に取り組んでいただくというメリットがございます。はい。なぜスカイアーチグループがいいのかということをここの3点で記載しております。AWS 導入における多数の実績があること。それから先ほど申し上げました、20年以上自営で MSP のサービスをやっているノウハウがあること。そして高い専門性を持っていて、内製化を高める独自ソリューションがあるということが我々を選ぶポイントだと思っております。今日の、テーマにつきましてはここまででございます。ぜひ、お気軽にこちらまでお問い合わせをいただけると幸いでございます。本日はどうもありがとうございました。堀様、ありがとうございました。以上で本日のウェビナーを終了させていただきます。本日ご紹介した内容についてのご質問や詳細をご希望の方は、下記のメールアドレス、または相談フォームよりご連絡ください。後日、担当者よりご連絡させていただきます。皆様、お忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。